皆さん、こんにちは。グローバルフォーラムの、えー、欧州パネルの第8回目の会合になります、えー。ウクライナ戦争、まだまだちょっと先が見えない状況ではありますけれども、そういった中でヨーロッパどういうふうに対応するのかというお話を今日、皆さんでご議論いただければと思います。えー、特に あのイタリアでベローニがあのという政権で行ました実はこれあれですね前の時の同胞が政権取った時も同じような話が出てしかも、えっと、フランスとイ,ギリスイタリアの間であの当時は難民をめぐる、ね、あのやり取りがあってまた最近もあの難民救助船が、ね、あの地中海を航行するというふうな同じような状況が出てるなと思います。まあ、あの今日パネルウクライナへの対応ではございますけれども あのえー、イタリアでの政局の変動、こういうことも一つ大きなご関心かと思って、まず今日はトップバッターでイタリアの話をあのイタリアの内外の政局とそれからウクライナ政策についてもご準備いただいているので、えー、お話しいただこうと思います。それからあと、ブレグジット伊藤先生、それから中村先生、ドイツですね。で、えー、田中先生、福田先生に、まあ、ちょっと広い。 現地からお話いいただいて最後、私あの、フランスとあのマクロンの最近の欧州政治共同体なんかの提唱なんかあるんで、準備はしているんですけれども、そこはちょっと司会者ですから、あの時間に合わせて報告させていただきたいと思います。約10分ずつでございます、えー、ウクライナの問題を お確認しながら欧州情勢、内外情勢をそれぞれのご専門の立場からご議論いただくということにさせていただきたいと思います。約各自持ち時間10分ぐらいでお話しいただこうと思います。それでは伊藤健司先生から今日お願いします。はい。では資料を共有させていただきます。見えておりますでしょうか。はい、OK です。はい。ええー、東京大学の伊藤でございます。 本日はお集まりいただきありがとうございますえ私からはいただいたお題として新政権ウハメローニ政権の成立とウクライナ問題の対応についてお話しさせていただきますまず最初が選挙結果のご説明です皆さまご承知のように2022年の9月に 25日にイタリアで総選挙がございましたイタリアでは過去70年近くですね基本的に春に総選挙が行われてまいりましたけれども初めて秋に繰り上げの総選挙となりましたそれについては前回9月でしょうかのこちらのフォーラムにてお話しさせていただきましたけれども政局が非常に動いている状況下で行われました そして9月25日の総選挙では、こちらの図、会員の得票比率をお示し,しましたように、右側の中道派連合が圧勝しました。中道派連合は、イタリアの同胞が26%と抜きに出て優勢に立ち、かつて勢いを誇ったサルビーニの同盟、そしてフォルツァ、イタリア、ベルスコニの政党でございますけれども、 1桁台にとどまって優勢な中道派の中でイタリアの同胞が圧倒的な地位を確立し基本的に当時のメローニ氏が首相になるということが確立したわけです。これに対してこの図のですね真ん中から左側にある中道左派左派陣営というのは分裂し劣勢に置かれました。 特にですね、ドラギ政権まで、第2次コンテ政権も含めて支えてきた民主党は期待した通りの得票、2割超えを果たせずに、敗北し、現在も非常に衰退して、五つ星運動に逆転を支持率で許す状況になっています。元首相のコンテ氏が率いる五つ星運動は、2013年の総選挙では比較的中道的なアピールをしていましたが、 そこから急、ねえー、進化を、えー、路線に転換して、えー、そして逆に市場を伸ばすことになりましたこのほか中道三第三局などがございましたが基本的には中道派の優勢という報道通りの結果になって、えー、10月22日にメローニ政権が発足したわけですこのメローニ政権の発足によって、えー、中道左派中道派の新 EU 中道のですね 新 EU 勢力の交代が明らかになってきましたそして左と右の端にある EU 批判勢力の勢力拡大というトレンドが一層はっきりしたわけですただこの左と右という亀裂の中にさらにウクライナ問題をめぐる亀裂が走っているというのが特徴でございます以下その点についてお話しさせていただきますまずウハ連合につきましては 同盟とフォルツァ、イタリア、それぞれサルビーニとベルスコーニが個人的にもプーチン氏と親しいというです、ね、過去10年、15年近くの親密な関係があり、そしてそれぞれの政党内にも親ロ勢力が相当数存在しているという特徴がありました。このの路路線線プーチン路線の 勢力の存在がイタリアのウクライナ支援を歪ませるのではないかということが多くの懸念材料として語られたことは皆さんもご承知かと思います。しかしながら実際にはそうならならずに住んでます。今のところは住んでいます。それはなぜかというとイタリアの同胞が進路勢力が党内にいないわけではないんですが、基本的にこの政党は前身の極右政党時代から反共主義で親米路線。 対西洋同盟のコミットメントということを最も重要な外交政策上の、えー、等の哲学、えー、としてきました。その結果、アメリカが基本的に、えー、NATO を軸にして、えー、ウクライナを支援し続ける限りは、えー、このです、ね、同盟のウクライナ支援のコミットメントも揺らがないだろうというふうに考えられるわけです。えー、確かに従来、えーとですねえー、進路路線を表明したこともありましたが、 これはどちらかというと EU との関係で、えー、ロシアに対して、えー、多少寄った姿勢を表明していただけで、えー、より重要な大西洋主義へのコミットメントを、えー、重視した、えー、路線というのは現在でも健在です。えー、これに対して中道左派側は、えー、民主党は基本的にはです、ねね、穏健な中道、えー、左派として親 EU そして新ウクライ 指示にコミットメントしてきたわけですけれども五つ星運動が最近特に大路融和路線を明らかにしてますこの後お話ししますそして民主党や他の左翼においても活動家のレベルまあ世論のレベルや一部の党内の一部の勢力には根強い平和路線これはロシアとかウクライナということではなく基本的に平和路線ですね武力介入反対勢力というのが存在していることも特徴です こうした勢力はロシアの侵攻を批判しても路線転換の必要性を主張していて、えー、そして今回は詳しいことをなかなかお話しする時間ございませんが、ウクライナ問題、ロシア問題、そして EU 問題と、さまざまな問題の支持、不支持をめぐる亀裂というのが非常にこう複雑に絡み合っていて、なかなか難しい状況にございます。そして、えー、実際に政権が発足してからの状況について、えー、まず、 えー、中道派連合政権による現実的な対応のお話をさせていただきますまずドラギ前政権時代からイタリアはあの前回ご報告で申し上げましたように非常に強いウクライナ支援のコミットメントをしてきましたがこれは対外的な、えー、必要性だけではなく国内に先ほど申し上げたような、えー、ウクライナ支援に懐疑的な勢力が存在していることに対する国内引き締めという側面を持っていました。ただメロニ 首相自身は選挙戦の最中から非常に強いウクライナ支援のコミットメントを表明してきたわけですね。これはすでに述べたように、大西洋主義の伝統と適合していますが、逆に言えばアメリカが揺らいだときにこの路線がどうなるかというのは不確実なところがございます。そして、陣営内のサルビーニの同盟やベルスコーニなどの慎重派の勢力が後退したために、 こうした現実的な支援継続というのが可能になっているわけです。ただし、イタリアの支援というのは難民受け入れ、経済支援、戦車兵程度までの軍事支援は積極的ですけれども、それ以上の大規模な支援となると、国内でいろいろ異論があってうまくいっていないというのが問題となっています。これに対して、最後に路線転換を要求する勢力の話ですが、 イタリアの場合、世論としてはウクライナ支援全体については支持があるんですが、えー、軍事支援については EU で最も懐疑的な国の一つとなっています。難民は17万人超、もうすでに受け入れていますけれども、えー、国内での軍事支援支持率は40%程度にとどまっています。そして五つ星運動が明確に反旗を翻して、欧州議会での決議に反対したり、えー、野党内から、そして与党の同盟からも反対。 当てていいいす国内ででも、えー、大規模なな平和要求デモが続いていて、えー、予断を許さない状況ですそしてインフレ問題の厳しさが特にこうした問題の行方に大きな影を投げかけていてメローニ政権も何らかの対応を迫られている状況で、えー、最後となりますが一番最新の状況 状況としては計画していた防空システムの提供というのがこうした反対運動の強さを反映して現在保留となっている状況です。以上私からの報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はいどうもありがとうございました。あの簡潔に時間内で終えていただきました。 それではあの伊藤先生をね、サイル先生の方をお願いいたします。はい。画面の共有をさせていただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。 本日は、新局面を迎える欧州情勢、ウクライナ紛争がもたらしたことという、まあ、総合タイトルでご案内させていただきます。あの本日は私は、まあ、イギリスの情勢についてご報告をさせていただくんですが、まあ、ウクライナ戦争が英国にもたらしたことというタイトルでご報告をさせていただきたいと思います。まず、このウクライナ戦争の,、まあ、あの外形的な、まあ、イギリスのコミット。 とといいうところについてますまずあの現在、えー、資料でご覧いただいているとおりですねあのイギリスはウ、まあ、クライナ戦争の対応としてまずはロ、まあ、シアに厳しい制裁で臨んでいるということでございます、まあ、イギリスの主だった制裁というのは今、まあ、画面でご覧いただいているとおりということで、まあ、基本的には、まあ、日本も含む、まあ、G7 西側で足並みを揃えてということになります。あ、スライド動いてますでしょうか。あ、動いてませんでしょうか。スライド動いてないですね。あ,あの一<え>枚目で止まってます、ね表ま。表紙の、はい、あのタイトルのところのままですけれども。あ、そうですか。すいません。はい、どうしたらいいでしょう一度共有を停止させていただいて、もう一度あの画面共有させていただきます。 今いかがでしょあ今、いかがでしょうか依然として、あの、さゆり先生のタイトルの表紙の1枚目のところですね、0、0のところですけど、うん、伝票みたいな、<今>あ表が一覧表がになってな、が映ってないんですよね。あ,あ今、映りました。 すいませんじゃあ、ちょっとこの形式であのさせていただければと思います、ウクライナ戦争への対応、ロシアへの制裁は、えー、G7 と足並みを揃えながら、まあ、厳しい、厳しい制裁を発動しているというところが、まあ、あのスピードと、ですねそれからの内容について、まあ、一段厳しい制裁をあの課しているということが申し上げられるかと思います。 それから今2ページに進ませていただきました、これは今の制裁とからのお話ではあるんですけれど、ロシアでの事業からの撤退というところについても、イギリスは西側の国と足並みを揃える形で進展していると。 今ご覧いただいているのは、キー経済大学が取りまとめているデータベースによるもので、全体としての把握されている企業の数、その中でどういうふうに対応しているのかというようなことをご覧いただいておりまして、イギリスが一番上の欄に掲載されているということでございます。 ロシアへの制裁とともにウクライナへの支援ということも、まあ、西側で足並みを揃えてということになるわけなんですが今ご覧いただいているデータはですねあのこちらキーウ世界経済研究所が集計している軍事支援、金融支援、人道支援イギリス、アメリカそれから全体としての EU、まあ、EU 機関とです、ね、加盟国の集計 そそししてて日本とといいう形でれれぞれの金額をままめさせたただき EU 個別の国は示していないんですけれどあの個別の国とそれからアメリカイギリスということで比較させていただきますと、まあ、イギリスはアメリカに次ぐ第2位ということでウクライナの支援にも非常に積極的であると。 で特にですね、ジョンソン首相、またびたびケーをま訪問されて、ま非常にあの積極的だという印象を抱いていらっしゃる方も多いかと思います。あの今ご覧いただいている写真の左側は、ま最後にま日中の最後に訪問した。 それから11月19日にはですね、スナク新書、まあ、25日、先月25日に衆議院されたばかりということなんですが、パリ、キエフを訪問して、まあ、追加支援を約束してということで、まあ、基本的にですね、このロシア制裁も厳しく、ウクライナ支援には積極的にという形でまあ向き合ってきたのが、このイギリスということになるわけです。では、このウクライナ戦、ロシア・ウクライナ戦争の イギリスへの影響はということになりますと、これは私の専門とする経済という領域で申し上げますと、まあ、非常に深刻であると。今ご覧いただいているのは、この11月に OECD が発表した経済見通し、左側に実質 GDP の見通しの推移、右側に CPI の推移ということで、22年までの推定分、実質的。 それから23年以降の見通しというここではです、ね、あのイギリスがまあ23年成長率マイナス0.4%、ドイツのマ、ま、イ、あ、ナス0.3よりもまあさらに深いマイナスが予想されている、それから22年のインフレ率、ご覧いただきましても、まあ、主要5か国の中で最も高く、まあ、来年にかけてもまあかなり高いインフレ率、こちらもです、ね、やはりドイツと並んで非常に深刻という状況でございます。 イギリスの場合は、このインフレによる生活きと景気後退という、下にご覧いただいております、かなり長期でご覧いただいた場合のイギリス経済の停滞、それによるそれに続くブレグジットの打撃、さらにコロナでの打撃に続く形で起きているというところに深刻さがございます。生活 という場合には、やはり賃金の伸びがインフレに追いつかないことによって生じる問題ということになってくるわけなんですが、この右側の図表がご覧いただいているチャートの右側の図表をご覧いただきますようにです、ね、実質賃金、インフレ率の伸びに追いついていないということで、大きがマイナスになっている。逆に、この購買力の低下を取り戻すような形で、ストライキの動きも広がっていると。 非常にです、ね、政治的に不安定な状況になっているというのが現在のイギリスということになるわけで,すでそうした中ですね今、5ページの資料でご覧いただいているようにイギリスはまあトラス政権、まあ、前政権ということになりました財源,な財源なき大規模財政出動計画というのを発表したまあ反動で,です、ね、コントがタイトルで大きく売られる。 株価が大幅に値下げるするす一方で10年国債利回りが大きく上昇する、まあ、要は国債価格が下落するということで、まあ、トリプル安ということに見舞われる場面がございました。でここはですねただあのこれが非常に印象的なイベントということにはなったわけなんですが現在ではこのコンド相場の水準というのはトラス政権の財源 なきま大規模財政出動計画以前の水準まで戻っておりますし、株価それから10年国債利回りに関しても同様であるということです。でこれはなぜまあ、こういう形でまあ、ポリッポリ休み。回りかつまあ、短期で脱出することができたのかという背景なんですが、まあ、これはですね。あの、やはりあの基本的には経済の停滞に対するまあ。 政策運営をめぐる与党・保守党内でのま路線対立というものがありまそこに対してトラス政権は従来型の分配重視の経済政策ではなくむしろ企業富裕層への過剰な負担を減らすようなことによってそして投資を促進することによってま経済のま平等を打開しようというような動きに出たことがいろいろな 形で従来路線を大きく修正するものであった結果として、市場のショックをもたらしたということがあったかと思います。現実にはこのトランス政権の進化そのものが間違っていた。むしろですね、ブレグジットも含めまして、一貫性を欠く経済政策、それからブレグジットの打撃、こういったものが、 まあ、イギリス経済の低迷の本質にあるわけで、まあ、本来であれば、その面を修復することによってしかデータフラー解できなかった。ただ、それを認められない。まあ、特に、まあ、保守党内の、まあ、右側の勢力がです、ねまあ、トラス政権にあった、まあ、経済政策をやらせようとしたことが、まあ、トリプル安を、まあ、必要にした、まあ。そのトラス政権の大規模減税策。六ページの左の図表にご覧いただいているようなものなんですが、まあ、大部分が。 この派線にあるのですね。撤回されるということになりました。さらにま先週にはですね。スナック政権が中規模財政計画というのをまとめまして。ま赤印でま示しているように。ま税負担をま増やす。それから当面のところは歳出を増やすんだけれど、中期的には？ まあ、そしてこれ総選挙は終わった後にということになるんですが、まあ、歳出を減らすことによって、まあ、財政の均衡を回復していきますというような約束をしたことによって、まあ、先ほどご覧いただいたように、ですねトリプルガスについては、まあ、短期のうちに収束することができたということになっているわけです。まあ、とはいえ、ということで、まあ、この欧州政策パネルの大きな論点となってくるような、 外交、安全保障、通商戦略の部分ではどうなのかということを申し上げるとです、ね、やはり財政健全化と経済再生、それからイギリスが目指すグローバル・ブリテン戦略、この3つを同時に達成するということは、実は非常に難しいということが言われております。それから安全保障、防衛政策、技術開発、外交政策、これはジョンソン政権が今後、ね、レビューという形で方針をまとめていました。 まここではインド太平洋傾者ということを明示しつつあまり中国を刺激しないような内容にまとまっていたんですが最近ではこれをロシア並みの脅威に引き上げるべきではないかといった議論を生ていますこのあたりスナッス政権どう押しどころをつけるのか一方でインド太平洋傾者ということではこのインド系の初の首相というのが やはり大きな役割を果たす、まあ、潜在的な可能性もあるのではないかという期待もあります。EU との関係は、グレグジップ以降、まあ、遠心力が働くということではありました。ただ、今、このスナク政権の財務大臣は、もう少しこう協定をバージョンアップして、まあ、EU との関係を近づけるべきではないかといったような問題提起をしております。まあ、スナクさん、まあ、年,代年代や 投資銀行とかとしての経験が、まあ、マクロン大統領とか、うる部分もある、一方でドイツとフランスの足並みが少し乱れているというような兆候も見られる中で、意外にこうイギリスとフランスの関係が接近してです、ね、それが EU との関係を改善させるのではないかといったような議論も出ております。ここういいったととろがです、ね、今後のの論点、点注目点にななるのではないかと いうことを申し上げた上で私からのご報告を終わらせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。あの経済中心にあの安全保障にまで触れていただきました、えー。なんか私もフランスの新聞なんか見てると世論調査では57%が EU リダブレキジットを公開しているという世論調査なんかも出ておりましたけれども、まあ,あの今後また。 どんな波紋をひっくり広げることになろうかと思います。それでは中村先生、お願いします。はい、ありがとうございます。それでは資料を共有させていただきます。えー、っと、見えておりますでしょうか はい、大丈夫ですよ。はい、それじゃあ,あの始めさせていただきます。えー、と私はからはあのドイツに関して、えー、ご報告をさせていただこうと思います。えー、と大変時間が限られておりますので、えー、とまず、えー、とドイツのですね、ウクライナ支援の概要につきまして、簡単に、えー、とお話をし、その次に、えー、とロシアからのガス、原油輸入の関係につきまして、えー、お話をし、 最後に対ロ関係、対中関係、今もあの伊藤先生からお話がございましたけれども、えー、と見直しが進んでおりますので、えー、とこの点についてご紹介をさせていただいて、えー、とまあそれぞれ3分程度お話をして、最後にえと1分程度であのまとめをお,あのお示ししたいと思います。であのショルツ政権はあの先ほどあのえとまあイタリア、イギリスのケースについてご紹介がありましたけれども、えー、とドイツにつきましては、 現在、まああの、3党の連立でございまして、えー、ショルツ首相は社会民主党、そして、えー、連立与党として90年連合ミドルの党、それから自由民主党という3党の連立でございまして、まあ、主要な閣僚はここで今ご紹介をしているような形で進んでおります。でえー、と2月24日のです、ね、ロシアによるウクライナ侵攻が起きた後に、えー 大枠のです、ね、政策方針というのは、えーとまあ、この間、ちょっと,あの、えー、と時間がございましたので、簡単にリビューをしておきますと、2, 2月の27日、その進行から3日後に、省ョ首相があと、えー、と進行に対する当初の方針を、えー、と決定をして、あのえー、の演説をいたしました。まあ まあ、あの広く、あの、出席されている先生方、あの、ご専門家の方が多いと思いますので、えっ、ー、と、社会説法で恐縮でございますけれども、えっ、ー、と、まずが、あの、 ガスパイプラインのノードストリーム2の稼働の停止であるとか、ビザの停止であるとか、最先端技術の大量輸出の停止、それから、えー、と携帯型地対空ミサイルスティンガーのやと対戦車火器、これをあのウクライナに、まあ、供与する、あるいは、えー、と国際銀行間の通信っ、えー、と、スイフトですね、これの決済からロシアをあの排除する、まあ、こんなことが、えー、と決まりました。また自国の防衛に関連しましては、えーと ドイツ連邦軍のです、ね、基金の創設ですね。 これがあの1000億ユーロということで、現在のレートですと14兆円相当というまあ大変な規模が大きいものでございますけれども、これを総戦争して近代化に着手るということで、もうすでにえと進んでおります。で、のこの中の一環として、戦闘機や戦車の共同開発も含まれておりまして、現在ですね、ドイツ、フランス、それからえとスペイン、ここでフューチャーコンバートエアシステムですか、というあのえと欧州の戦略的自立を念頭に置いたものでございます。 ここれにも,もう動き始めていいいるということうでございますまたこれは日本でも同様の議論が行われておりますけれども、軍事費につきまして、2024年までに GDP2% まで引き上げということを言ったわけですけれども、これについてはすでにですね、さっきの記事の関係もございますので、すでに実現のメドが立っているということでございます。それからのですね えと前線の方にえと増加をするというようなことはすでにえと行われております。またあの民生につきましても、皆様ご承知のように、また詳細は後ほどご紹介をいたしますけれども、石炭、それから天然ガス、これがあのロシアから来ておりましたけれども、これに代わる調達先のえと確保ということで、各閣僚がですね出向いていって、確保に努めているということでございます。えー それであのまあこういったショルツ首相の演説に基づきまして、安全保障政策の見直しが現在進んでいるところでございますけれども、かなりあのドラスィックな形で変わってきております。まあ、あの一つには、今回のロシアによるウクライナ侵攻が、ドイツ自国にとってのですね安全保障上の脅威であると言い続けたことがやはり大きいのではないかなというふうに思います。 で、あの、これは、あの、えー、と、昨年の外交の、えー、と、論文、施工でも書かせていただいたんですけども、メルケル政権下で、やはり、ドイツの西側アイデンティティが希薄化したことに伴いまして、やはり、じゃあ、の、まあ、現在、その、ドイツ国内でも大変、あの、大きな議論になっておりますけれども、やはり、改めてですね、ウクライナ侵攻によって、NATO と EU の結束の重要性を、えー、と、確認し、それに向けて、ドイツも、えっ、ー、と、まあ、 努力をするとというこででで方向で進んでおりま,すでまたあのロシアとの関係でございますけれども、まあ、あドイツのです、ねえー、と外交思想でもございますけれども貿易による変化、まあ、つまり交流を進めることによって戦法の変化を促す、まあ、民主化であるとか、えーとまあ、要するに総合依存を高めることによって、まあ、地域安定を確保するという考え方があったんですけれども。 まあこれがです、ねえー、と残念ながら今回の事態で破綻をしたということが明らかになっておりまして、まあ、この点ではです、ねあのえー、と見直しが進んでいるということでございます。でまたあの、ドイツの場合、日本と同様、まああの、敗戦国でございますので、安全保障上の、まあ、いくつかの規制というのがございましたけれども、その中の一つにです、ね、紛争地域への武器輸出を控える政策というのがございましたけれども、これについては見直しが進んで、ウクライナの武器供与が進んでおります。 でえー、と最新のです、ね、11月15日にアップデートされたドイツ連邦政府のまとめをからご紹介をし,、えー、しているんですけども、大きいのはやはり防空システム最新鋭の防空システム、IRIS-TSLM というんですかね、これの供与であるとか、携帯型地対空ミサイルの供与、まあ、こういったものが進んでおります。 え時間の関係で詳細は、はいあのえー、とこの程度にいたしますけれども、まあ、こういった見直しが進んでおりまして、えー、とこの見直しが進んでいる背景にはですねやはり2014年のクリミア侵略に 関して十分な対応を取れなかったという反省がございまして、今回の事態がそれ,にそれとの関連性は必ずしもやはり否定できないということで、国内世論もです、ねえー、とかなり劇的にと変わっておりまして、ウクライナの武器支援が必要であるというあの世論は、最新のデータで71%になっておりまして、あのえー、世論がです、ね、大きくウクライナ支援に傾いているということでございます。 またあの、国際的にもです、ね、当初、ドイツが信頼できる同盟国ではないんじゃないかというようなあの議論が、特にアメリカなんかでも出まして、あのこれを払拭する意味で,です、ね、一生懸命あの NATO への支援にです、ねあの、今、ドイツは取り組んでいるということでございまして、あのまあ、その意味ではあ政策が大きく、まあ、転換をあのしたということでございます。 えとこれはえと先ほどご紹介をしたとおりなんですけれども、あともう一つ、ですねロシアとの関係では、天然ガス、石油の関係があの,の輸入の関係、大きく依存してきた関係もございまして、後ほども紹介しますけれども、ロシアに代わる輸入先の確保ということに取り組んでおります。また他方でですねえっと脱原発のえ まあ停止が今年度末ということになっていたんですけれども、まあ、来年4月15日まで3期を動かすということで、えー、と連邦議会、連邦上院会にともにあの承認をしたということで、脱原発をです、ね、先送りする形での、えー、と電源の確保ということが進んでおります、えーと。次に国内世論でございますけれども、簡単にちょっと,、えー、とドイツのですね、えーと オリトバロメーターという世論調査の結果をご紹介をしておきたいと思いますあの。ちょっとそのままの形で恐縮でございますけれども、グラフが分かりやすいので、このままの形でご紹介をさせていただいております。あのここの世論調査の結果からも明らかなようにです、ねや、緑の党ですね、これはあの外務大臣とそれから副首相兼、えー、と経済省を出しておりますけれども、が非常に高い評価を得ていて21、21%、社民党が若干人気なくて14 19%でございます。 最大野党のです、ね、キリスト教民主同盟、社会同盟は28%ということでございます。で、えーと、ウクライナ軍事支援の継続や強化に関してましては、えー、と73%、ここにも書いてありますけれども、えー、と現在よりも強く、あの 応援したいうがいいというのが39%、えーと、現在の支援を継続するというのが34%でございまして、合計73%があの支援を継続、強化すべきだと、21%が今ほどでなくてもいいのではないかと、減らしてもいいのではないかという立場で、総、ま、じ、あ、てです、ね、ウクライナ支援の、えー、と世論は支,持支持の世論は強いといえます。 また、えーと、先ほどあの、両、えー、伊藤先生からもお話がございましたように、インフレ対策ですね、やはりあのかなり政府が苦慮しておりまして、55%が、まあ、世論調査の結果を見ますと、ちょっと不十分だということでございまして、まあ、適切だと考えているのは31%ということで、まあ、非常に、えー、とインフレ対策については不満が強いということが言えます。また、景況に関しましても、良いと考えているのが12%まで減少しまして、 えと個人の、ですね各個人の経済状態について、用意というのが、最新のデータで54%ということで、これまで良かったんですけれども、減少傾向にあるということが言えます。また、先ほど中国に対する見方がイギリスでもあの厳しくなっているということですけれども、経済、対中経済依存からの脱却というのがまあ84、84%は重要だということで、厳しくなっていると、ドイツにおいてもですね、ということが言えます。 でまた、インフレ対策のですね財源につきましても、国債で充てるべきだというのが43%、増税が36%ということで、これは若干意見が割れております。また、ショルツ首相に対する評価は56%が良いと考えておりまして、それなりにですね評価を受けているということでございます。 でえー、と最後にです、ねえー、と1分ほどをまとめに使わせていただきたいと思いますけれども、えー、とまずです、ね、ドイツが着手してきました各種の施策につきまして、例えば軍事費の2%というのはすでに達成をしておりますし、ウク,ウクライナへのです、ね、軍事支援についても世論の支持が。あの 得られておりまして、ええー、と基本的には順調にいっていると言えます。しかしながら、ええー、と武器がですね。実際にえっ、ー、とドイツの手を離れて届くまでにえっ、ー、と遅いという国際的な批判が根強くございまして、この点についてはえっ、ー、とおまあ、ドイツの意図をですね。ぶっかかる声が国際的に若干ございます。また、ガスの貯蔵率につきましては、順調にえっ、ー、と政府目標をあの確保する形で進んでおります。 でえー、とロシア産のですね国内ガス消費に占めるロシア産の割合というのは順調に低下をしておりまして先ほどもご紹介をしましたように代わりに脱原発の先送りを、えー、と3期です、ねえー、と決定しましてとりあえずは来年の4月15日まで運転継続をしてまた最大優等の中からですと,、えー、とこれをさらに増やすというか先送りすべきだという声が強まっております。またあの 中ロからのです、ね、依存の脱却を現在目指しているわけですけれども、えー、と6年連続で中国はドイツにとっての最大貿易相手国でございまして、えー、とまだ実現にはです、ね、若干、なかなか曲折があるんだろうと思います。 ただ、他方でドイツの外務省を中心に対中戦略を策定中でございまして、これがドイツの自主監視のシュピーゲルなんかにも一部リークされておりますけれども、まあ、経済依存度の引き下げであるとか、人権の重視の方向の政策が盛り込まれる方向になっていると。ただこれについてはですね えと首相官邸と外務省との間で意見のすり合わせをする必要があるということで、現時点での案だということでございます。また、ご承知のように、ことしも昨年はえーとフリーゲート艦、今年はあはユーロファイターが来るということで、日本やですねオーストラリアとの安全保障協力の強化を続けております。で、他方、ショルツ首相は11月の4日に、在外関係者12、3名だったと思いますけれども、同行しまして、訪中をして、これがドイツ国内でまあ非常に厳しい批判に されてておりましてこの点はあのこれまでこの、えー、とフォーラムでもです、ね、何度かあと議論したところでございますけれども、えー、と昨年までのです、ね、世論国内世論とは中国に対する見方はかなり変わってきているということがございます。またあと首相は、えー、と4月の28から29日に初めて、えー、と首相として来日をされまして他方で、えー、シュタインマイダ大統領がこの11月の1日から3日 あのに、えー、と訪問されると、訪日されたということで、まあ、これあの、その後にですねまたすぐあと、日独安全保障対話とか、日独フォーラムであるとか、まあ、続きまして、まあ、かなりあの外務省の方を中心に大変な状況だったと思いますが、ドイツ側と日本側との間で、まああのまあ、有識者やです、ねえー、と外交官同士がです、ね、コミュニケーションが取れたという意味では、まあ、大変有意義だったのではないかなというふうに思います。またあの 対ロシア関係でございますけれども、えーとまあ、対ロ依存の脱却にあの動いているわけですが、かなり慌ただしい動きになっておりますけれども、やはりその過程で、ですね、やっぱりこういうことになってしまうので、非常に1、えー、つの国に依存することは大変まずいということで、それがですね、現在の対中世論へのですね、変化につながっているということでございます。やはりあの、 えと外務省の方で現在まとめている対中戦略の、えー、と報告、まあ、これの,、えー、の結果を見てみる必要はございますけれども、やはりです、ねえー、と引き下げる方向で動いていくのではないかなというふうに思います。また3点目、えー、と欧州諸国の結束につきましては、あの先生方で評価が分かれるところだと思いますけれども、まあ、私自身はですね、えー、と えーと進行からもうすでに9ヶ月になりますので、えー、かなりえーと結束、予想よりも続いているんではないかなというふうに思います。もちろんあの課題としまして、独立協調に関しまして、まあ、やはりメル,あのメルケルさんとマークロンさんとの関係がです、ね、ショルツさんとマークロンさんの関係になって、まあ、若干ですね、 共同あの首脳会談後の共同会見が拒否あの見送りになったりとかですね、えー、と中国に訪問する,する際にですねマクロン大統領も一緒に行かないかと言ったのに対してドイツが断ったりしまして、まあ、若干陰りもございますけれども、まあ、今のところあの欧州諸国の結束は予想外にですね長く続いている、まあ、私から見ますとあなかなかよくやってるんだなというふうに感じております。と、えー、ということで、えー、と私の 発表はここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございましたあの。この間の動きを詳細に述べていただきました。随分参考にさせていただくことが皆さんにあったと思います。それではあの、えっと、次、あの私、さっき福田先生と申しましたけど、もし田中先生の方でご準備があれば、田中先生の方で。 お願いしたいと思います。と申しますのは、先生の,あのパワーポイント、ドイツの話が後半だいぶ出てくるようなので、今の中村先生のに合わせて、えー、田中先生の方からご準備ありようでしたらあ、おやりになっていただければと思います。いかがでございましょうか。私の方で参考いたします。はい、うん。えっと。 聞こえますかはい、聞こえます。はい、それではあの10分ということなので、あの急ぎながらお話をさせていただきます。コロナ危機、ウクライナ戦争と EU の変貌ということであのお話をいたします、えっと。一つは古い話かもしれませんが、あの20世紀に50年をかけて EU が経済統合であの成し遂げたのは、まあ、経済通貨同盟。 というあの、経済と単一通市場、単一通貨、ユーロをベースにした一つの経済システムだったわけですけど、ただ、限界があったんですね。一つはあの金融、欧州中央銀行に発足した時には、平時の機能しか与えられてなくて、危機対応ができない形になっておりました。それからあの財政統合があのなされてなかった。これも最大の 通貨ははつだだが財政ババラバラだという,ふうにユーロ危機の中で言われましたただ、その銀行、中央銀行、欧州中央銀行の機能については、ユーロ危機が起きまして、まあ、大変だったわけですけど、この間に、時とその後に改革がなされまして、一応銀行同盟で、まあ、この預金保険制度はまだできてないんですけど、EU レベルのですね。 えっと、SSM、SRM というのができまして、一応その中央銀行が危機に対応するシステムが追加されました。あと、この財政同盟、あるいは財政統合ということなんですけど、これではあのコロナ危機であの進んだのではないかというふうにあの考えております。えっと、コロナ危機に対してはあの EU 復興基金が設置されまして、 一応、あの、当時の2018年価格では7500億ユーロ。現在ちょっと8000億ユーロちょうどですね、時価で言うと。で、日本円で言うと、まあ、100兆円という、相当膨大な金額ですけど、これで、あの、えっと、コロナ危機で落ち込んだ、あの、経済を、まあ、あの、グリーンカット、デジタル化をベースにして、あの、支えていくと。 こうさせるということで、こういう形で、あの、えっと、あまり詳しく申せませんけど、給付ですね、あの、返済しなくていい部分、あと貸付の部分とこう合わせますと、だいたい2025年ぐらいまでですね、えー、支援システムがこう動くわけですね。で、中身は、あの、新興国とコロナのダメージが大きかった南欧諸国が中心で、えっと、まあ、言ってみれば、あの、一種の 財政連邦主義みたいな形での支出の仕方になっております。そしてあの復興基金の資金の流れですけど、これはあの欧州委員会がですね、えー、資本市場で債券発行して投資家から調達をする、そしてあの加盟国に渡すんですけど、加盟国はあらかじめ計画を欧州委員会に提案して、承諾されて初めてこの資金があの回るんですね。 で、だから、ハンガリーとかポーランドに、まあ、いろいろ、あの、クレームを、あの、まあ、欧州委員会がつけていて、ということができる形になっています。で、この EU が上位に立って、加盟国に資金援助していくというシステムは、やはり一種の、この財政統合の形ではないかと。まあ、返済は、あの、増税も含めてですね。 30年間かけて返済していくんですけど、このシステムは1回限りということになってますけど、まあ、あのウクライナ支援ですね、あなんか6000億ドルぐらい必要だというような欧州委員会の見積もりもあるんですけど、まあ、まだ何度もこれは使われていかなければいけないんじゃないかと、まあ、そういう形で、えー、経済通貨同盟の,あの欠点の,あの是正というのがこう21世紀になって進んでいるのではないか。 いいうののが論点の一つでございますそれから2番目は、あちょっと刺激的かもしれませんが、ヨーロッパ経済の衰退ということをあの掲げております、えっと。一つはロシアの経済が衰退するだろうと。えっと、ロシアのです、ね、石油の輸入はあのこれ、このグリーンの部分ですね、いろいろ色が違いますが、加盟国の地域別に分かれてるんですけど。 まあ、EU が輸入していたのが減ってきているわけですね。今年20 2022年になって。その部分を、あの、インド、それから中国、トルコ、いわゆるそのグローバルサウスが、こう、輸入を増やしているので、ロシアの輸出額は過去最高になってはいるんですけど、来年、あの、この EU の、あの、石油輸入が90%ほどダウンしますので、 それをグローーババルサウスでカバーでカきるかなっていうのがありますそれから天然ガスについてはですね、パイプラインが54%、それから LNG ですね、液化天然ガスを足しますと 62%EU に輸出してるんですね。これがあの、えっと、基本的にはもう輸入しなくなっていくだろうと。で、EU がだめなら中国もという声もあるんですけど、 中国の輸入額はまだ3.3%なんですね。パイプラインをつけましても、作るのに時間がかかりますし、まだその輸入額もこの EU をカバーできるというところまではとてもいかないだろうということで、あの、エネルギー支出をベースにしたロシア経済の衰退は避けられないだろう。それから EU 側もですね、これはあの、グリーンはあの、ロシアのエネルギーへの依存度です。 これフィンランドとか、これあの、バルト三国そうですね。これ東欧諸国。えっと、ブルガリアなんか100%ですよ。この、あの、バルト三国もそうなんです。西側ではオーストリアが一番高いです。それからドイツですね。で、あの、フランスとかイギリスはやっぱり安全保障の観点もあるのだと思いますけど、ロシアへの依存度が非常に低い。 で、この依存度の高い国は、あの、非常に高い、まあ、インフレに悩まされておりまして、あの、しかし、その、ロシアとの軍事的な対応が必要なので、軍備費をあの増やし特にポーランドなんかですね、えー、GDP の6%ですかね、あの、経、えー、常収支の赤字が増えるという形になっておりまして、なかなかこう、大変な状態にあります。それで、 で、ロシアはもう今、戦術的にと言いますか、戦略的にと言いますか、天然ガスを止めて、あの、EU 諸国の足並みが乱れるのをこう、狙っているわけですね。先ほどあの、イタリアについて、伊藤先生の話がありましたけど、まさにイタリアなんかが一番危ない、あの、国かなと思われます。それで、ドイツに話を持っていきますと、エネルギー重症主義の崩壊。これも中村先生がかなりおっしゃったんですけど、あの、 これはあの、ロシアになってからですね、ソ連が崩壊して、天然ガスなんかはもうすでにソ連時代から輸入してましたけど、どんどんのとこ輸入が依存度が高まりまして、2019年の天然ガスは75%国内消費のですね、これはあの、ロシアから輸入してるし、貯蔵をガスプロム、東ドイツですね、に頼むとかですね、とんでもないことまでやってるんですね。あの、このメルケル政権ですね。 それで、そのいわゆるエネルギー重症主義、まあ、安ければいいと、ロシアが何をしても、安いエネルギーで、あの世界中に安い商品を売って、ドイツはやっていくんだっていうやり方だったんですけど、まあ、それが崩壊したと。まあ、ちょっとパニック状態になったと思います。それで、EU 全体として言えるかもしれないんですが、エネルギー依存度の高い企業は生産を縮小。 を考えているし、まあの、停止しているところもありますね。鉄鋼業とかですね。それから海外に流出するだろうと。えー、っと、例えば、あの、化学産業の最大手はバスフですけど、あの、まあ、中国に1兆4千億円でしたから、2兆円でしたか、ものすごい金額で輸出をして、あの、中国依存を高めようとしています。それから、エネルギー価格の安定したイギリアメリカですね。 これに対して流出するということが今から出てくるのではないかなというふうに思いまして、まあ、EU も厳しい、ロシアも厳しい。つまりあの、今までその、ヨーロッパというのは、あの、 ロシアとロシア以外で成り立って、それ、総合依存だったんですけど、特に西欧の技術とロシアのエネルギーというのが補完し合って、ヨーロッパの競争力を支えていたんですけど、それがこう戦争で崩壊してしまう。これは厳しい、あの、ヨーロッパの、まあ、中期的に2020年代かなり厳しいんじゃないかなというふうに思われます。それから先ほど中村先生おっしゃいましたけど、あの、11月4日ですね。 習近平の,、まあ、あの招待ではあるんですけどあの、ショルツ首相が中国、北京を訪問しまして、まあ、11時間か12時間ぐらいであの帰ってきてではいるんですけど、まあ、在会人12人を同伴したと。えー、っと、それで、いろいろ注文をしてるんですね、ショルツ首相は。あのウーグルの問題も批判してますし、あるいはもうあの国内問題ではない。あの国連、 継承に反する事柄だとか言ってますし、武力侵攻は台湾武力侵攻は反対だ。それから核兵器の使用ですね、あのウクライナに対してにおける、あのそれもこう共同声明であのいろという、まあ、そういう意味では成果はあ,あ,あったかと思うのですが、まああの、国内ではかなり厳しい批判を受けました。 えっと、でもドイツにとってはですね、これも日本も全く一緒なんですけど、中国無視というのはできないわけなんですよね。それで、やっぱり台湾有事をやめてもらわなければいけない。まあ、ちょっと台湾も変わってきてますけど、あのそういう,こうなかなか難しい立場は日本も同じではないかと思います。でまあ、もう一つはそのエネルギー重症主義はロシアですけど、 中国依存型重症主義ということも言える。これはまあ日本も共通すると思います。7000社が中国に進出してサプライチェーンを組織してます。販売市場もそうなんですね。で、そのフォルクスワーゲン、バスフ、あフォルクスワーゲン、ベンツ、B、BMW は、あの、もう現地でですね、生産もやるし、販売もやると。もう中国化するっていうんですかね。 そういう方向に向かっているのではないかと。まあ、中小企業の方はだんだんシュリンクしてきてるんですね、ドイツ企業も。でも、ドイツ社あの自動車産業3社と、えー、バスフのようなその中国依存度の高い企業というのは、その中国依存を引き下げようとはしていないというようなデータになっているかと思います。それで、あの台湾有事の いことでいろいろ議論がなされてるんですけど、まあ、EU とドイツのです、ね、貿易による相互依存度というの,のの計算ができるようになってるんですけど、中国の EU への依存度はこう下がってきてるんですね。2006年、7年ぐらいがピーク、ドイツへの依存度もど中国は下げてるんですけど、EU の中国依存度とあのドイツの中国依存度は両方ともどんどん上がっていってるんですね。 なんとかしなきゃいけないという話があって、まあ、あの、ドイツの従業者のうちの110万人があの中国貿易にで、まあ、雇用されていると。でも、中国もですね、EU との,あの貿易で1570万人が依存しているっていうんですね。だから中国へのダメージも相当、その、もし台湾有事で、あの、相互に制裁と、 西側と中国の制裁ということになると、非常に厳しいことになるだろう、という予想が予想されます。で、えっと、この10月でしたか、11月でしたかね。あの、これは E4 ですね、えー。10月ですねうん。台湾有事のシミュレーションが出ております。ただ、これはですね、貿易データ、E4 が持っている貿易データを使って、あの、 制裁前と、制裁が起きて、いろんな騒動が起きて、次の均衡が生じたとき、かなりも長期的に見てたんですね。その前と、その長期の後とを比較して、あの、どの程度のダメージがあるかと言ってますので、まあ、小さく出てると思うんですけど、まあ、中国でもですね、これ、西側が一,あの一方的に制裁する場合ですね。 えっと、西側には日本も入ってるし、オーストラリアも入ってる。30カ国、32カ国だったかな。もちろんアメリカも入るわけですけど。それからこの赤いのは、あの、中国も制裁を仕返した場合ですね。でも中国も2.2%ぐらいしかし、あの、シュリンクしないので、ちょっとこれはやっぱり、あの、貿易データだけでやったシミュレーションの限界があると思いますけど。でもまあ、台湾有事のシミュレーションをドイツが始めたっていう、ドイツで始まったっていうのは、 相当、まあ、ニュースではないかなと思います。日本ではこの10月18日の日経で、あの、早稲田大学の教授なんかが富岳を使ってシミュレーションしたんだけど、これではですね、日中貿易の8割が遮断されて、2か月続いただけで日本の GDP10% 下落。これとこれを比べ,比べますとですね、日本は1%しか落ちないっていうようなあのデータになってますので、シミュレーションの仕方が違うんですけど、 あの、まあそういうことで、ともあれドイツがシミュレーションやったということが一つのニュースかなと思います。それから新冷戦時代というので最後に話をしてるんですけど、まあ EU はさっき言ったようにあのエネルギー問題に直面して非常にきつくなるだろうと思うんですけど、まあユーラシアの方にですね、こう伸びていく可能性はあるわけです。で、 まあ中国とトルコはもうすでに動いてまして、まあ、EU も動いてくるんですけど、あの、今は一帯一路でですね、シベリア鉄道を通るか、あるいはその、えっと、カザフスタンを通って、いわゆるその中、西通道ですね。えー、モスクワに行って、モスクワからベラルーシ通って、ドイツに入る。これの路線、これがちょっと危,危ないかもしれないということで、中通道のナンバー2ですね。 カスピ海に行くんですよね。あの、カスピ海を通って、えー、ジョージアに出るか、あるいはトルコを通って、えー、いずれもこう EU の方に行くんですけど、そういう,う路線が動き出してますので、この、あの、ユーラシアについては、あの、渡辺先生を、あの、エンジャーにして大きな本がだ出されてますけど、まあ、今後ですね、この問題、この中国、トルコ、 それから EU、この動き、そして特にカザフスタンですね。石油も天然ガスも生産しますので、このカスピ海を使った、そして黒海を使った、あの、やりとりというのは、中長期的に見ると、だんだんこう、重要性を増してくるのではないかな、というふうに思われます。で、日曜にとってはですね、新時代で、あの、いろんな意味での協力は深まっていくんですけど、 エネルギーをめぐっては、日本と EU は同じ立場ですので、アメリカはもう反映しますよね。アメリカはもう国内にエネルギー源持ってますので、あの、動揺が少ないですね、戦争になって。しかし、日本とヨーロッパの EU は非常に似た立場ですので、まあ、競争、エネルギーの獲得競争というふうな面も出てくる可能性が強いんじゃないか、というふうに思います。 まちょっと時間超え過ぎましたけど、これで私の報告を終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございました。の eu の統合の進展、現段階から、えー、最後はあのユーラシア全体の話までしていただきます <laughs> えー、ちょっと時間が押しております。あの続けて福田先生にお願いしようと思います。どうぞよろしくお願いします。 はい、えー、福田でございます。それでは私も画面共有で、えー、やらせていただきたいと思います。えー、っと今回ですね、えー、実はあのうと先週も先々週もずっと神戸で学会があって、昨日も夜遅くまで。えー てたんですがあの今ちょっと私はあの EU のデジタルの戦略的自律性とサイバーセキュリティの話をデジタルガバナンスの観点で研究中なんですけれどもその話あと10分だとちょっと無理そうだなと思ったもんですから今日はあの国際関係学の観点からですねウクライナ危機と EU という大きな題名でえ EU と欧州特に中東諸国と ロシア、ウクライナの関係について、えー、まあ、簡単にお話をさせていただきたいと思います。これ、次のページに移る,移るんですかね。これすいません。はい、ありがとうございます。えっと、1枚目、えー、ちょうど、渡辺先生からですね、 あのお送りいただいた今回の趣旨ということで欧州政治共同体の,このマクロン大統領の提案についてのところからお話が始まっておりましたので、まあ、これとの関連で、えー、今日は紹介させていただきたいと思います。ですで、えー、にこの後渡辺先生がこの話を詳しくおまとめいただいている様子ですので簡単に申し述べますが。 えー、EU27 加盟国プラス17加盟国合計44カ国と、まあ、これに、えー、欧州理事会常任議長欧州委員会委員長が加わるという形で今回、えー、開かれたで議題がこのウクライナ問題とエネルギー危機が、まあ、テーマになったで、えー、ミシェル常任議長が述べているように、えー、この会合というのは何らかの新しいものを作り出すということを目指すのではなくて ヨーロッパの将来についての政治的、戦略的な問題を議論する政府間のフォーラムだったということであります。で次にお願いします。えっと、2枚目にお願いします。はい。えー、それでですねあの、ここにございますように、こういったヨーロッパ大の動きというのは、歴史的に見るとですね、第一次大戦後の パン・ヨーロッパのリハルト・クーデンホフ・ホープカレルギーのヨーロッパ統合運動を始める時のウィーンで開かれた会議この時が1926年26カ国のヨーロッパという考え方でありましたがこのパン・ヨーロッパ構想の中でロシアを排除しているという特徴がございました。そして第二次大戦後はですね えー、ご承知のように、まあ、ルーズベルト大統領から諮問されたイギリスの政治学者、デビッド・ニトラーニがですね、ワーキング・ピース・システムという論文を書いて、インターナショナル・ファンクショナリズム、国際機能主義という考え方を示して、第2次大戦後の戦後平和秩序は国際機構の網の目を作るということで、専門分野ごとの機能的な国際機構を作るということで、安定した平和システムができると。 ここういうふういいに答えたということでよく知られておりますミトラーニのこの学説からネオファンクショナリズムハースの新機能主義の考え方へと広がっていったわけでありますが、まあ、それでこの考え方についてミトラーニの主張はですね一方ではヨーロッパとロシアが協力すべきだということを主張しながら他方ではロシアはヨーロッパ文明を破壊するんだというふうなことを述べて非常に矛盾した主張になっている。 結局、ロシアの位置づけはミトランにとっては曖昧であった、まあ、こういうふうな批判が学説上、なされております。でそしてもう一方では、ドゴールの大西洋からウラルまでのヨーロッパというふうな考え方があ後に出されていきます、えー、次のページをお願いいたします。 でまあ、こんな流れの中で、今度はロシアをヨーロッパの中に法制するというふうな考え方がもう一方で出てくる。でこれはヨーロッパ共通の家とか、全ヨーロッパの家とかいうふうな形で、ゴルバチョフ書記長時代にですね、87年に主張したものであって、まあ、基本は、 75年の欧州安全保障協力会議のヘルシンキ宣言がその土台になっていると言われております。でえまあ91年に大統領職を自分で作って初代大統領になったわけですがこの考え方は後に、えーまあ、現在のプーチンのような猛反対の揺り返しを作り出すことになりました。次のページをお願いいたします でえーまあ、あの国際関係の学説の中で2つの大きな立場があります。ウクライナでのこの戦争というものが国際関係学に非常に大きなインパクトを与えた、とりわけヨーロッパの安全秩序に大きなインパクトを与えたと言われているわけですが、言うまでもなく大きなあ2つの流れというのはです、ねえー、ヨーロッパの中に、えー、ロシアを取り組むのか。 あるいは排除するのか、構成するのか排除するのかということで学説が両方の立場に分かれてくるということであります。で、まあ、考え方、さまざ、あ、まな考え方がそこにあるわけですが、ロシアを脅威として捉え、ロシアの拡張主義を脅威として捉え、EU としては守備一貫してそれに対峙する必要があるんだ。 いったようなあ、まあ、言説でございますで、えー、これは、まあ、EU と NATO がロシアとの緊密な関係構築に努力してきたにもかかわらずロ,ロシアの拡張主義、えー、領土をめぐる軍事力を使った現状変更をお続けているというふうなことを非難する立場が、まあ、それでございますがそのもう一方の見方がですね EU がロシアをより大きなヨーロッパの中に入れてトルペやウクライナを含めて同心炎上に包摂して捉えるべきではないかというふうな立場もございますで、次のページをお願いいたしますで、それはあのオレンジ革命とそれ以降のクリミア危機に至る流れそして現在のそれにつながってくる考え方であります ツバルスキーという,う学者がですね、3つのナラティブというふうな言い方をして、えー、表しておりますが、まあ、1つはこの南下政策、領土拡張主義のロシアというふうな捉え方であります。で、2つ目はそのミラー効果的な考え方でありますが、ロシアは EU や NATO、あるいは欧米の拡張主義的なあー やり方の犠牲になっているんだというふうなロシアの攻撃的な外交政策を批判しつつもヨーロッパの拡張主義 EU、NATO の拡張主義がロシアの状況を生んでいるんだというふうな見方が2番目の学説の支持者でありますそして3番目はですね意外と忘れられているのが中東諸国。 とりわけポーランドの安全保障を第一に考えたポーランドの戦略というものがそこにあったのではないかということでございます。でポーランドはウクライナの独立を91年最初に承認した非常にリアリスティックな行動をした国でありますがしかしながら、まあ、ポーランド自体はですね自国の安全保障を第一に考えて、えー 特に中東諸国ウクライナ、ベルラーシリトアニアというのを犠牲にして東欧において自国のポーランドの安全保障を第一に考えて取った戦略と言い換えますとこれオレンジ革命の時と関わってくるわけですが新ロシア派の当選者とされた ヤヌコビッチとですね、これを覆す形で、合攻撃をするデモを行って、再選挙をやり直してです、ね、親米親、e、u 派のユシェンコ政権を誕生させるというふうな流れになっていったというのは、ご承知の通りの。 2004年ののオレンジ革命の話でございますで、えーまあ実際前者の新ロシア派の大統領候補を当選とした最初の方にですねプーチン大統領があ、まあ、祝辞、えー、祝電を送りですねそして、えー、まあこれに慌てたの ウクライナのクチマ大統領が一番信頼しておったポーランドの大統領に助けを求めたというふうな流れの中でポーランドはただでさえロシアとの関係がよろしくないのにこれ以上悪くなるのは嫌だということで EU に調停者をまあ,あっ調停を依頼したいということでポーランドは クリミアいやウクライナを支援するけれども、前面に出るのは嫌だということで、EU に連絡を取るということで、当時のソラナ上級代表が、実はポーランドから連絡を受けたときには、非常に消極的な意向であったようですが、まあ、あの他の加盟国が OK であれば OK だというふうな返事をして、その後、えー ポーランドの大統領はシュレーダーやシ,ーーやシラク大統領などにですね、連絡を取り、まあ、合意を、これもまた両方とも消極的合意であったと言われておりますが、まあ、そういう形で EU が頂点、まあ、に入り、新 EU 派のユシェンコ政権を誕生させるというふうな結果になっていった。 でまあ、これでポーランドの外交政策上の目的、つまり、えー、自国の政策を EU にアップロードすることに成功した、あるいは EU の公式の政策にさせ,させるのに成功した。まあ、こういうふうに今評価されておるのでございます。まあ、こんな流れがございましてですね、えーまあ、ポーランドの がほとんどリーダーシップをとって、えー、ポーランドが自国のために、えー、このウクライナ問題に裏で、えー、ずいぶん、うんまあ、画策したというふうな側面があって現在のおウクライナ政権につながってきているというふうな背景がありました。 でまあ、そんなことで EU の拡大あるいは NATO の拡大がウクライナの戦争を引き起こした要因の一つだとする主張がございますけれども EU や NATO の拡大というのは単にウクライナやその他の国の EU 加盟や NATO 加盟を意味するんではなくて EU とウクライナをです、ねえーまあ、近づけるあるいは ポーランドが、この EU に、EU にを、このウクライナ問題に、えー、巻き込むことに成功した一つの事例で、えー、あったというふうに見ることもできるのではないか。もう時間が早々来ておりますので、えー、ずっと飛ばしてください。もう先のですね、えー、ごめんなさい。ずっと先の、えー、もっと先の。 ここで止めてください1つ手前のところに止めていただけますか、ここでですねあのこれはまあこの間あの、合宿で学生と一緒に作ったときのです、ね、ユーロバロメーターのアンケート調査結果ですけれども、ウクライナに対してシンパシーを感じている、そういうふうな EU 加盟国国民、27加盟国国民が非常に多いと。 いうことでありますでシンパシーを感じるという一番感じているのが少ないところでも7割ぐらいですねでその前のページをお願いいたします、えー。ウクライナはヨーロピアンファミリーの一部であるとヨーロッパの家族だというふうな感覚を持っている、まあ、これ平均すると8割以上になるということでありまして 非常にウクライナにシンパシーを感じている加盟国国民が多い、まあ、そういう世論の中で現在のウクライナへの支援というものが続いているわけでございますで、えーまあ、そういう状況を踏まえてですね、えー、最後のページにお願いいたしますまあそこで、まあ、どのような形で戦争を終わらせるのかということで、えーまあ、現在例えば あの春先にキッシンジャーがです、ね、クリミア半島はもう渡してしまったらどうかみたいなことを言って、えーまあ、大統領ウクライナ大統領を激怒させたということがよくメディアで伝えられておりますが、まあ、あのキッシンジャー自体はです、ね、どちらかというと同心円のヨーロッパの方に強いシンパシーを感じる人だというふうに学説史上位置づけられておりますけれども。 まあどういう形で終わらせるのか、えー、どうすればロシアが納得し、プーチンが納得し、ウクライナも納得できるのかというふうなところがやはり今後の問題になるし、もう一方で資金調達の問題ですね、復興のためにどうするのかといった将来の問題と関わってくるというふうなあたりで、えーまあ、あ以上でちょっと時間過ぎてしまい、でこの辺で終わっておきます。すみません はい。福田先生、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、それでは、あの、私の方の、簡単に、あの、私の方からも少し、えー、述べさせていただきたいと思います。 皆さんいろいろお話ししていただいて、私、いろんなところでかぶってるんですけど、特に最後のところは福田先生おっしゃられたように、政治共同体、欧州政治共同体のところを少し中心にと思ったんですけど、福田先生お話になられたので、手短にお話したいと思います。それでまず、各国別ですと、私、フランスの担当なもんですが、フランスのことを少し数分お話しさせていただきたいと思います。えー A、ページを送っていただけませんでしょうか。えー、まず簡単に言えばあの、えー、大統 大統領選挙今年ありましてその後 総選挙議会、下院議会選挙がありまして、RN っていうのがあの国民連合、ルペンの党で、局でございます。ニュープっていうのは、これ、局座という左翼の連合ですけれども、これがあの国民議会選挙で大きく票を伸ばしました。えー、そ,その話と、それがどう影響するのかという話と、それからウクライナの話、最後、あの福田先生が難民の話をされれば、こう少しあのイタリアとの関係でお話できるかなと思ったんですけど、まあ、これは今日 時間があればということでさせていただきたいと思います、えー、それで次を送ってください、えー、これ国民議会の議席表です、えー、ルネッサンスというのがマクロンの政権用党それからニュープっていうのが極左のメランションそれから極ルペンの党が80議席取っております したがって、議会代の勢力はこういう複雑な関係になっております。中道派マクロン与党と極左と極。中道派はマクロンのとこ,こに入っております。えー、極、えー、従来の右左というよりも極左、極によって、 中道派のマクロンが包囲されると。従来の、先ほどあのイタリアの言葉で言えば、イタリアの伊藤先生の言葉で言えば、中道派左派という存在があの、マクロンのところに入ることによってあの、吸い込まれることによって消えているという状況になっています。フランスは大統領があ次の次進んでください、ここ黄色のところですね。 あ今のところで国民議会構成のところです。でまあ、そういった中で、あのフランスは大統領制、強い大統領制によって、えー、行政権力を中央に担保されているわけですけれども、それが少し、えー、動揺し始めているということがあります、まああのー。単独過半数を与党が持っていないもんですから、どこかと合唱連行するしかない、えー、従来の大統領を,を輩出する。 有力政党であった共和党、まあ、志く派ですね、かつての。それがあの3、40議席になっているものですから、それが逆にキャッチングボートを握っている形になっております。で、その一方で、えー、ルペンの存在感が非常に大きくなっているということが一つあります。副議長、いろんな委員会の副議長ありますけれども、そのうちの2人、局から出ているという状況があります。えー、続けていただければと思います。 でまあ、いろんな、ここではもうこ細かい政策あ、それぞれの政策、述べる時間ございませんけれども、これはあの先ほど皆さんおっしゃられたイギリス、イタリア、えー、ドイツ、えー、などと同じようにあの、似たような問題を共有しております。エネルギー危機に関して言えば、原発の6基の新設とか、追加で8基。 ととということとかですねエネルギー節約、ですね細かい公営プールの気温まで下げろといったような話、それから企業へ何かにする支援、えー、それから、えー、同時に今度の大統領選挙でも一番の大きな話題になりましたインフレ対策、えー。当然、購買力が減りますので、えー、スミック最低賃金を引き上げる、あるいは公務員の賃金を引き上げる。そして、えー 当然、そういうふうになりますと、成長がどうなるのかという問題ですけれども、成長はちょっと、成長率はですね、ちょっとこことこ同様しております。従来の見通しを引き下げるということになっておりまして、この一応数字は上げておりますけれども、ちょっとあのその取引りかどうかというのは非常に厳しい状況。少なくとも23年は大きく、そう期待できないというふうな数字が一応出ております。その次進んでください貿易あ ここの今この話をしました。今この話をしておりました。エネルギー、インフレ、定期テーマへの、低迷の話ですね。もう一度確認してください。え原発6期、8期とか、えー、節約政策、企業支援、それから、えー、スミック最低賃金の引き上げ等の話ですね。で次に進んでください。えー 一つ大きなのは財政赤字。今日もあの先ほどからいくつかあの他の国でも出ておりましたけども国債発行ですね。えー、22年はまあいいんですけれども前年比170億ユーロで20。2023年来年になりますと国債の発行額がかなり増えるという予測が出ております。予算が通った中で予算の中にそういうふうな ことが出ておりますで財政赤字はまあいいんですけれどもまあいいというか当面2022年はまああるのはあるんですけれどもえ貿易赤字の方が来年以降ちょっと膨らむんではないかとあ今貿易赤字は今年からかなり膨らんでいると傾向にあるという数字も出ております。それからマクロンのあの第1期ののああ第期成果としてはあの雇用が えー、当初の予定,と予定を達成してですね7%ぐらいに抑えられたっていうのが売りだったんですけれども、えー、実際に、えー、の公約の12万人の公務員削減とか,ああ削減とか実際その辺の公務員対策っていうのはあまりうまくいっていなくて、まあ、まだ、あのー、どのくらいうまくいくのかっていうのは今後また 雇用政策も万全ではない。一番大きな問題は社会保障で年金問題でございます。えー、この辺、62歳、64歳に上げるとかですね、えー、失業ああ、この問題、どうしてもこのフランスでは年金問題、保険の問題、社会保障の問題については、政権を揺るがすようなことに多々なりがちなものですから、マクロンもこれが大きな課題になっていると思います。次に進んでください。 内政が今のような論点ですけれども、外交に関して言えばですね、今日の本題であります、ウクライナの話と関係して申し上げれば、先ほどあの福田先生がおっしゃられたプラハの首脳会議で、マクロンの呼びかけによる欧州政治共同体でございます。えー、それから11月15日の G20 サミットで習近平にプーチン大統領を提出。 あの定選のために交渉のテーブルにつくように習近平に仲介してくれというふうなことを頼んだと言われております、えー、これ人民日報を見ますと一言もそれ出てきませんあのー、人民日報ではマクロンとのに、えー、中仏の関係を協力関係を前に進めるという話はもうたくさん出ておりますけれども、えー、マクロンがそういう要請をしたということは当然のことのように出ておりません、えー、まあ一方的なああ。 要請になっていいるのかもしれませんん次進んでください、えー、先ほど福田先生おっしゃられました欧州政治共同体の件ですけれども、えー、これはあの大きな流れで言えば冷戦後の共通外交安全保障政策防衛政策欧州統合軍を打ち出したそういう流れの中にはありますけれども、えー、必ずしもそういう具体的な話にはなかなかなっていないかと思います。あのー、先ほどさ、あのー 次にちょっと進んでください。先に。もう一つ先に進んでください。あ。いや、ちょっと戻ってください。もう一つ戻ってください。ああ、そうか。もう一つ進んでください。すみません。もう一つ。あれじゃあ、もう二つ、三つ戻ってください。これこれかなあ、これだ。ごめんなさい。ここですね。あ、いいんだ、いいんだ。 えっと一応、あのあれこれじゃないなはん、い、だ、まあ、じゃあいきましょう、その目的としては、ですねあの要は、えー、一,一連のあの冷戦後のフランスの,あの、ヨーロッパの政治統合の話としては、緊急展開部隊の話が中心であります。 お書きしておきました。グローバル戦略それから戦略的自立具体的にはこの戦略コンパスということでございます。はい次に行ってください。でこの新たな台湾フォーラムについてはあの正式協定体については10月に発足しましたけれども5月のマクロンの大統領が欧州議会で提提案したのがあの一応の公的な出発点になりますけれども6月に ドクフツイル,ルーマニア首脳がウクライナを訪問したときに、福田先生の先ほど言葉でありました、ウクライナは家族の一員、欧州の家族の一員という呼びかけをしたんですけれども、しかし EU 加盟ってそうそう簡単にできるものではない、えー、時間がかかる。じゃあ、それまでの間にどうするのかということで、新たな別の枠組みを作ろうというふうな展開になったと聞いております。次進んでみなさい それで44か国ということになりました。で具体的には、ですねこの3番目にありますエネルギー、青年交流、エネルギー供給体制とサプライチェーン、サイバーセキュリティ、こういったものを4点挙げております。ただ、この今日私、これで終わりますけれども、締めくくりますけれども、あの強調したいのは、一つ、先ほどありましたように、政治的対話フォーラム、プラットフォームの意味が非常に多い。 まあ、イギリスやアメリカの論調ではあの、実際に何ができるってわけでもないからっていう批判的な声も非常にあります。ただあの、えー、ここでこういうふうな形で EU の枠を超えて、ベラルーシとロシアは別にして作った44カ国の会議の持つ意味は何かということになります。えー、文字通りり対対話であります、えー、対立している、えー、トルコウギリシャあるいは アルメニア、アゼルバイジャンなどの首脳も一緒に写真に写っておりますけれども、えー、例えばアルメニアの首相とア,アゼルバイジャン大統領が実際に対話をする、ミシェルとあのそれから、えー、マクロンなどを中仲立ちして対話をしております。まあ、うまくはいっておりませんけれども、そういうふうな対話をするシスフォーラムになっているということがあると思います。次行ってください それで最後ですけれども、なぜこの ECP から、ら、アメリカやイギリスなどではまあ何にも具体的な成果はないだろうと言われておりますけれども、改めてそういう枠を作るという意味っていうのはどこにあるんだろうと私も考えました。ウクライナ戦争が背景にあることは言うまでもないことですけれども、これが長期化する中で、やはり あのここにあの第3次世界大戦って書きました。あの私、ここに急進力、ヨーロッパの急進力と結束を高めるためっていうのを入れるのを忘れちゃったので、補ってください。えー、ヨーロッパの急進力が結束を高めるための意味があると思います。まあ、いろんな、えー、加盟国、あるいはヨーロッパ内部でのいろんな紛争が。 ありますし長期紛争が長,長引く中でこういった問題が大きく広がっていく懸念があるというのが一番大きな問題かと思います。それはあの私たちあんまり報道されませんけれども、えー、第3次世界大戦第1次第2次世界大戦はいずれもバルカンや、えー、東ロシアの近辺でとの,関あの境のところで紛争がごちゃごちゃ揉めているうちに大戦争になった。まあ、こういうい背景が ヨーロッパ各国のの首脳にははあるのではないいかと思いますそういう意味からは、非常に具体的な成果には乏しいけれども、求心力を高めるための一つの手段として意味を持たせたいというのが、このマクロンやそれに賛同した方々の主張ではないかと思います。10分ちょうどなりまして、申し訳ございません。私の話をこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました はいあの一応これであの、えー、全体のお話を終わりましたあと。あと25、6分残っておりますので、えー、視聴者の方からあの、えー、質疑、意見などを求めたいと思います。えー、いかがでございましょうか。 福田さんあ奥住さん、何んか気がつきますかそちらの方に来てますか質問とかチャットとか。私の方では今来てないですね。福田先生が今お手をお上着てあ、そうですか。はい、あ、福田先生ね。はい。あ、あじゃあすみません。いましたけしすやっぱり来てないですね。ごめんなさい。はい、えー、っと、一般参加の方から,らお声はございませんでしょうか あ今いただきました。Q&A ですかはい、Q&A。はい。あ、三好さん、今入りの三好先生ですね。うん、ウクライナ戦争で対米依存が深まった、今後欧州は対米自立 NATO 重視になるの。対米自立 対米自立、NATO 重視になるのか、欧州自立が進むのかという質問が来ております。どなたかいかがでございましょうか。NATO ということからすれば、まあ、中村先生と私でしょうかね、経済あの政治って。 あるいは自立ということから言えば、福田先生もいかがでございましょう。えっと、渡辺先生ありがとうございました。あの、先ほど発表で簡単にだけ触れたんですけれども、あの。今回のウクライナ戦争については、いろんな問題が突きつけられたと、あの、私自身も考えておりまして、あの。 まあ短期的にはあのフィンランドやスウェーデンが NATO 加盟を求めて動くということでまあハンガリーとトルコのえと承認がまだでございますけれども NATO がねあの基本的には軸短期的には軸になっていくのかなという印象を受けております。ただ他方でちょっと先ほどの,あの発表でも触れましたようにドイツは実はあのフランススペインとですねえとえ 次期戦闘機の開発についてあの動きを動きあの、動きを再活性化させておりまして、やはり欧州の戦略的自立というのは念頭にはあって、まあ、徐々にあの動いていくということになっていくのかなという、まあ、あの結局、まあ、ヨーロッパの方たち皆さんのトランプ時代を忘れておりませんので、また再びそれが そういった流れが返ってきたときになかなか難しい対応を迫られるっていう懸念はあのドイツの方と議論をしていてもそあのそのえっ、ー、と心配は拭えていないんだろうなという気がしております。私からは簡単ですが以上でございます。はい、えー。NATO 重視か対米自立かという質問だともう一度あの三好先生から確認が出てますけれども、伊藤先生の方なんかありますか。あ、福田先生なんかあ,あります。はい。 えっと、私もあの中村先生と同感でございまして、対米依存は、まあかたな, <laughs> ないにしてもです、ね、やっぱりヨーロッパの戦略的自立性を保たないと、例えばトランプが次に出てきたときにどうするのかという問題が出てくるので、対米依存度も下げていかないといけないというのが現在の、特に先ほど言われた。 戦略コンパス、デジタルコンパスという形で呼ばれている、つまりデジタル分野において戦略的自立性をヨーロッパとして高めるべきだということで、サイバーセキュリティや貿易のルールや GDPR や投資の審査や輸出管理や、あるいは産業、イノベーション、あるいはパブリックプロキュアメントですね、政府調達など。 軍需、まあ、品も含めた調達も含めてヨーロッパの戦略的自立性を、まあ、ヨーロッパ一体として高めていくという路線を、まあ、取るというのがあ戦略デジタルコンパスの目標として掲げられておりますので対米、えー、依存とは言いながらも依存できなくなった時に、えー、自立できるような状況を 徐々に構築していきたいというのが、まあ、あーヨーロッパの立場ではないかと思います。以上です、はい、あの私もやはりそういう戦略的自立というのはあのこう全分野にいろんな分野にわたるう考えかと思います。ちょっと私あの そういうことであの、この間のユーラシアのあダイナミズムというあの他の反応、えー、から出した本でも書いておりました。ちょっと奥住さん、私のさいレジュメの最後のところちょっと上げていただけませんでしょうかね。はい、私の画面にあのちょっと出てこないもんですから、今共有画面の方で。でそこで私、ちょっとあのだいぶう書いておりますのであの、ご参考にしていただければと思います。はい、あと、あのー、 内外ニュースっていいますか、産経の方から出されているものにもう少し長いものを書いたものですから、あとでまあちょっとあれば挙げていただければと思います。他にございませんでしょうか。まあそういう面からですね、ちょっとあの他に意見がなければ、あの今日田中先生がね、あのさっき一帯一路の話を含めてですね、あのまあ 要するに広い意味であの話をされたと思うんですね。で、あのヨーロッパっていうのは、e、EU っていうか、ヨーロッパっていうのは、やはりユーラシアの一角と西側の一角と言ってもいいわけですから、あのそういう観点からいかがでございましょう。私はあの EU だけではなくて、ヨーロッパ全体として考えるのがいいんではないかと思っております。で、いかがでございますか、田中先生から一言ございますかね、その辺について。 先ほどおっしゃってた銀行統合とか、ですねそういう財政統合までいってるという、従来の欧州統合そのものが、ですねやっぱり基本的には自立を含んでいるわけですよね。含んでますね。はい、ただ、その問題は軍事力がね、うん、アメリカを抜きにすると、うん、つまりそのウクライナは独自でロシアと戦う能力は、もう経済力もないし、軍事力もない。 その時にはアメリカが圧倒的に軍事支援をしてるんですね。まあ、次はイギリスなんですけど、イギリスと比べてももうアメリカはあのおそらく10倍以上ということかと思いますので。ただ、トランプ政権は私は、もうトランプは時代に取り残されたと思いますけど、共和党の人たちがどういうふうに動くかですね。そ,それで、でも、どうですかね、ロシアを前にしてアメリカが EU から自立して、アメリカ独自のアメリカファースト路線っていうのを取れるのかなという気がしますね。あの、プーチンとなんかネゴ、ネゴシエーションやり始めるというようなことも予想はされますけど、なんかそれでもうすむ局面ではなくなってきているので、私自身はやはりアメリカっていうのは、あの、欠かせない柱で、 もしこれで欧米があの多様あの連携できなくなった場合には、非常にやばいことになるなと、民主主義陣営としてですね。いうふうに、そういう意味では危機感をあの持っています。はい。私自身はあの、世界間の,あの自由民主主義は共有しているにしても、こうアメリカ、 中心で一元的に世界を一挙にそういう世界にしようというのと、まあ、ヨーロッパ多極的な世界でという発想その違いとそれからやはりあの力の平和をどこまで貫いていくのかそれから力でない部屋をどこまで貫いていくのかまさにあのマクロンがあのしようとしたのが対話外交いわゆる外交ですよね、えー、防衛力と外交。 どちらを重視するのかというお話だと思います。まあ、これは日本の、えー、対中、えー、アジア政策についても言えることかと思いますけど、そういうせめぎ合いの中にヨーロッパとアメリカとの関係はあるのではないかなと思います。価値観は一致しながら、その世界観と、えー、手段の違いというのがあろうかと思います。ただ、まあ、力の平和があまりにも大きくなりすぎることには、やっぱり、 ヨーロッパは抵抗するということではないかなと。まあ、これはまとめにはなってませんけど、私の回答であります。えー、それから、匿名希望ですけれども、各国の内政がそれぞれ問題を有していることはよく理解できましたが、一方で表面的に欧州が一枚岩でウクライナ問題に対応しているように見えるところ、今後もそうした統一ポジションでの対処は変わらないとの理解でよろしいでしょうかと出ております。 いかがでございましょうか、欧州をどこまで含むかということとも関係してきますけれども、えー、今日の,あのお話にも、ポーランド、EU の中でもですね、えー、ポーランドやあの旧ソ連圏の,あの東欧諸国の国々と、それから西洋の間では温度差があろうかと思いますけれども、えー、どういう点から温度差があるか、それからまたこれは、えー、拡大していくものなのかどうなのか、そういうことも含めて、 えー、皆さんの方から、えー、ご回答はありますでしょうか ?Q&A に出てる質問です。まあ、特にあのイギリスの立場というのはやっぱりブレクジットで EU という中から見ると微妙でございますけど、伊藤先生なんかない,い,いですか <laughs> はい。 あのそうですね、あの結果としてあの、このウクライナの問題に関しては、まあ e、EU というか、e、EU 加盟国とイギリスは共同歩調を取っているという形になっていると思うんですけれど、ここはちょっとあのしっかりとした私、あの論証できるということではないんですけれど、まあ、イギリスとしては、EU と保、 eu。あるいはこうヨーロッパと武器を合わせているというよりはまあ、イギリス。まあ、独自の価値観に基づいているし。しかつこう。やはりアメリカと歩調を合わせているというようなあの側面も強いのではないかと思います。で、そういう意味では、あの一定程度まな、あ、nato の枠組みというのがあの。これから先もですね。やはりあの？ 基盤として非常に重要になっていく中になっていくであろう中においては。あの結果としてのこうイギリスとよまあ E. U. 加盟国 E. U. との共同部長というのを。まあ継続すると考えていいのではないかと思います。ありがとうございました。ええー、まあマクロンの今回の十一月のね。あの十月の欧州政治共同体っていうのはまさに。 そういうういいこととであろうかなと思いますけども、えー、と先ほどは質問されましたけどもあの三好先生はご自身でもいろんなお考えを発信されてますけど何かあの我々の議論の中で先ほど質問ではございましたけどもご自身の,あの意見とかあお,お思いになることございますかおっしゃっていただければマイク解除にされてはい。 あこれで聞こ,え、はい、聞こえてます。あそうそうはいえっとや画面も、はい、お顔も出されてもいいと思いますけど。はい <laughs> 自由ですいや、ちょっとあの全然準備してないんで <laughs> いじゃあ。はい、はい、そうですね、あの、まあ、先ほどの田中先生が指摘されたような、やっぱり軍事面での,この圧倒的なあのアメリカのプレゼンスっていうか、うん、まさ、あ、にあの、 アメリカがあれだけ軍事支援なしなければ、まあ、ウクライナが持たなかったってことはもうこれ明らかなんで、まあ、そういう意味ではやっぱりあの、安全保障面であの、アメリカのそそ存在感というのはむしろ強まったのかなと思うんですけども、まあ、私がちょっと注目してるのは、その、まあ、特に、まあ、僕はあの、ドイツをやっぱり中心に見てるもんですから、あの、まあ、やっぱりこれまであの、 まあ俗な言い方をするとやっぱりドイツもえまあ平和ボケだったわけですよね。あのその辺の,その根本的なこう認識のえまあパラダイムっていうんですかね、まあ、パラダイムチェンジがあのまあドイツを中心に特には西ヨーロッパで起きたんじゃないかなというような印象を持っていて、まあ、それはやっぱり一言言言えばその対話とか多国間主義とかあるいはあの関与っていうことで。 もうずっとそ,のそれを主軸にやってきた、冷戦崩壊後の,そのヨーロッパの外交安全保障の考え方がから、まあ、やっぱり抑止とか、まあ一言で言えば軍事力の重視というなことに、あのまあ、やっぱりあのかなり大きく変わったんじゃないかなというのが私の印象で、でた,ただその外交と軍事っては別にあの相反するものじゃなくて、 あのやっぱり軍事的なパワーバランスがなければ、やっぱりあの効果的な外交もないんだということじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからそういう認識がかなりあのヨーロッパでも一般化してくるんじゃないかなという感じが私はしてるんですけども、えーまあ、ちょっとこれは私のある種の仮説です。えー、また先生方のちょっとい,ろんないろんなお考えをお聞きできればと思います。はい ありがとうございます。仮説とはおっしゃられたけれども、やっぱり重要な指摘だと思います。えっ、ー、と、外交と軍防衛力ですね、これが相対立するものではない。まあ、あの改めて言え、社会に説法ですけれども、えー、戦争は政治の延長、外交の延長ということですけれども、クラウゼブッツのあ発言ですけれども、あのー、そういうふうにでは結びついているとは思いますけれども、えー、いかがでございましょう。 やっぱり力による平和という、あるいは力による外交ということですね、EU の場合で言えば、あのこれはまあ,ある種きれい事ではありますけれども、規範による、えー、規範を提供する平和の、平和や民主主義の規範を提供するんだという立場からすれば、まあ、あの防衛力は共通防衛政策あるとはいえ、できるだけ少なくという方向は保ちたいと思っているのは真実だと思います。あの もともとの発想だと思いますけども、その辺のせめぎ合いのような話にもなっているのかなと思いますけど、いかがでございましょうか。皆さんの方で。さて、あれですよねあの、今の日本の防衛力の話とも結びつくというこではないと思います。ございませんから あの先ほど中村先生、あまた三好先生も今おっしゃられたけれども、どうでしょう、あのここ1つのターニングポイントでドイツが新しい方向に一歩踏み込んでいるってことは確かだと思いますけれども、あの世論調査でも動いているという話ですけど、あのどうでしょう、これ、今、ウクライナという特別な時期でありますよね、それは確かだと思うん、ね、で。 これがあのずっと続くということになりますかね、こういう、えー、まあ、フランスは核兵器を持ってはありますけれども、独物が軍事強化、まあ,あの、これは軍事産業の面から考えて、軍事輸出あの、防衛産業の活性化とかね、そういう問題は、まあ、あるにしてもあの、国の大きな外交方針としてですね、本当の意味で、長期的な意味で大きく。 変わっていくっていくとううここにになりまますでしょうかねこれはまさにあの欧州共通防衛政策とかあの欧州政治統合と言っているのは必ずしもそういう意味ではないですよね。ありがとうございました、えーと。三好先生、それから渡辺先生からの,あのお話についてでございますけれども、あのまあ、基本的にあの私も同じ意見でございます。であの <laughs> 世論調査の結果を先ほどちょっと紹介をいたしましたけれども、やはりかなり動いておりまして、あのまあ、現在、ウクライナの支援を、軍事支援を行っているところでございますので、あの基本的にはですね、やっぱり侵攻開始後に、あのまがらっと変わったというのは、ご指摘のとおりなんだろうと思います。ただその、えーと 先ほどの田中先生からもございましたように、ドイツのインフレ率も現在、対前年比で11.6%という、まあ、大変高いインフレ率を記録しておりまして、若干の進行が始まって9ヶ月経ってですね、なん、えー、て言ったらいいんでしょうか、緊迫感と言いましょうか、こういったものが若干落ち着きを見せているという側面はあ,のあるように思われます。でそれに対する、まあ きちんとした支援をしないとドイツ自身の安全保障が脅かされるという危機感も有識者の中にも結構ございまして、まあのまあ、その行方次第かなというふうに考えております。まあ、あの基本的には三好先生おっしゃったようにあの短期的にはですね、えー、とやっぱりかなり安全保障の意識が変わったと。 2、3ヶ月前に NHK さんからのご依頼で番組を、ドイツの国内の番組を作るという、世論を聞くという話をやったんですけども、やっぱり直接のインタビューを重ねますと、基本的にはですね、やっぱりアメリカに頼りすぎていた、NATO に頼りすぎていて、自国の安全保障について不十分な対応のままだったというふうな、まああの 三好先生のお言葉ですと、まあ、平和ボケということをおっしゃいましたけれども、まあ、それに近いたぶのコメントが結構れあの出てきておりまして、あの基本的にはかなり根本的なところで変わったのかなという気はいたしております。ただ、それがいつまで続くのかというところは、まあ、もう少し様子を見ていく必要があるのではないかというふうに考えております。私からは以上ででですすあありががとうううございいましたあれですよねあのヨーロッパが本当にそういう意味であの 自分たちの,あのなんて言いますかね、緊急展開的な、えー、緊急対応的な危機管理的なあの軍事力をある程度持つということを超えて、えー、かなり世界にあの大きな軍隊を送るという,ようなことになりますと、そうしますと、それはアメリカとの摩擦っていうのが別な意味で出てきますよね。バードンンシェアリングというところが どまでまあ、これは古い言葉ですけれども、70年代からずっと言われている NATO の中でのバードンシェアリングという問題が、あの果たして、えー、バランスを取れたような、まあ、そういう問題もバードンシェアリングの問題自身も摩擦を起こしてきたりすることになりはしないかというふうにも思われますけれども、今、ウクライナの状況ですからね、背に腹は変えられないというところもあろうと思いますけど、いかがでございますかね。そんなことも含めて えー、もう少し、えー、何かございましたら問題的あるやご意見を伺えればと思います。例えばその話は、えっと、アジア太平洋であのヨーロッパが先ほどドイツまた今年も 今度は戦闘機を送ってくるという話ですけれどもあ,のありましたがあのそういうグローバルな視野から防衛協力安全保障協力を拡大するっていうことになりますと昨年の秋にありましたように、えー、フランスとオーストリアのオーストラリアの、えー、原子力船の契約を廃棄するというふうな潜水艦ですね廃棄するというふうなこともあると思います。 あの要するにまあバドンシェアリングの問題になってくるとそれはグローバルにも関係してくるまあ私はあのヨーロッパのアジア太平洋のコミットは一つあの、えー、ステークホルダー的なねあの日本がすごく対中関係の中で警戒してあの協力するというよりもむしろステークホルダー的な利害関心があるからそれを見せておきたいというぐらいの。 段階に今はまだあるんだと思っていますけれども、そういうことも含めて、米欧関係について何か皆さんご意見ございましたらおっしゃっていただければと思います。では、あの今の,あの話、に考えさせていただいて、一言あ言言わせてあの発言させていただければと思います。あのインド太平洋への、まあ、コミットメントというのは、あのイギリスでは、 あの eu 離脱後のビジョンのグローバルブリテンの中の柱がこうインド太平洋経営ということになっております。で、おそらくはそのスナック。まあ、新体制のもとでもですね。あのこの傾斜はまあ存続するということであろうかと思います。ただ、あのそこにはあの日本とのこう。もしかしたら若干のこう。温度差。 日本の機体というのは、まさにあの渡辺先生がおっしゃられたようなこうステークホルダーとしての関与というところがまず1つありでその中ではおそらくこうヨーロッパの国々の中ではその関与の度合いがです、ね、あのおそらくイギリスと、まあ、フランスはあのより高い、まあ、自治体のこうインド太平洋諸国としてのアイデンティティを持っているという意識はあろうかと思います。 ただ一方で、じゃあどのぐらいまでこの安全保障、まあ、軍事的な展開を現実問題できるのかというと、このウクライナ問題以前からやはりこう制約が、経済力から考えてもです、ね、制約があるということであったかと思いますし、まあ、ウクライナ問題によって、ヨーロッパの安全保障環境が変わって、 まあ、かつこう経済状況、ヨーロッパの経済状況が一段と厳しくなったことではです、ね、引き続きインド太平洋経営者でその中ではあの軍事安全保障の協力も含まれるんだけれどただあの、そのベースはです、ね、どちらかというと、まあ、経済的な利益という側面にも動きがあるんだというところもあの我々としては理解しておかなければいけない点ではないかとあのイギリスを見ていて思うと。 はいありがとうございました。あのまさにあの、あれですよね、えーあの。今、伊藤先生おっしゃられたように、あの経済的なあの利益というのは非常に大きくて、そのいわゆる効果高校の自由といったときにです、ねあの、日本人が尖閣列島を守るというのとはまたちょっと違った意味で、むしろ自分たちの通称、まあ、サ,サプライチェーンを含むです、ね、そういう あの通称のヨーロを守るということが非常に大きな第一のポイント、まさに EU の,あのモレルとかミシェルが言ってることだと思いますけれども、でもう一つねあの、フランス側は、ね、基地がありますので、イギリスとかなり共有するんですけれども、あのインドネシアに潜水艦を売るって話がまた出てきてますよね。 あのだからそういうオーストラリアじゃなくてインドネシアの方にまた別の潜水艦をね前からでちょっと出てた話ですけどその辺なんかもやっぱりヨーロッパとアメリカのこう競合するようなまあ経済というよりも防衛産業という問題、えーえー、狭く言えばなりますけど、まあ、そんなことをあの私も考えたりしておりますあのちょっとまとめて書いたそのヨーロッパの平和感っていうのはこの辺な認識ずれがあるかと思いますけど私このあのえー、っと ここ私の関連文献の4番目に今、画面あので共有していただいてますけども、あの世界と日本って書いてある、これ、560万円の論文をちょっと書きましたので、またあの、えー、そこにウクライナをめぐるあの米欧の安全保障観というのを少し書いておきましたので、ご参考いただければと思っております。よろしくお願いします。あもうこれ、結構でございます。えー いかがでございましょうあの、今のような話に最後の方、こう今日はなりましたけれども、えー、どなたか、えー、一つまだ、こういうことをちょっと今後のウクライナ情勢をめぐるヨーロッパのあり方として、こういうところを注視しておきたいというふうな点をご指摘いただければ幸いでございます。田中先生、最後に一日でありますか田中祖宏先生。 ね、福田先生広い視野からのあれとしてやっぱり、えー、2016年に欧州内の議論の方向性のまとめというところでヨーロッパでは適切なレベルの戦略的自立性が必要なんだという言い方をしてです、ね、<laughs> その後2018年のペスコですね常設軍事協力枠組みを作ったり あるいは2021年の EDF ですね、欧州貿易基金を作ったりということで、17分野のプログラムを正式に立てて、これは経済的利益と非常に絡んでいる話でありまして、軍需産業の支援というふうな部分もありますし、もう一つはまあデジタルでの。 ヨーロッパのアメリカとの関係においてもヨーロッパのデジタル戦略的自立性を高めるといったような観点がありますのでやはりある程度アメリカとの関連でも一方的にヨーロッパが戦略的自立性を高めればいいというものではなくてそれとの話し合いのもとでアメリカを刺激しすぎないような形での 戦略的自立性とといいうふうに考えてるんだろうと思いますそれから新しい新産業政策の戦略でも同様ですが経済的利益というのはやっぱりさまざまな医療分野とかいろんな分野の貿易ルールの作成においても戦略的自立を言いながらもバランスというのをすごく注意しているということは言えるのかなとそういった意味で伊藤先生もご指摘のような側面が非常に大きいかなと思いました。ありがとうございいますはい ありがとうございました。えー、それではあのちょ、5時2分に私のと手元の時計になっております。えー、この辺で今日は終わ,り終わりたいと思います。長時間どうもありがとうございました。また視聴者の方々、えー、今日もあの一緒ご一緒いただきまして大変感謝いたします。引き続いてあの、欧州パネル、また新しいあるいは面白い企画をやっていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はこれで終了といたします。 さよなら。どうもご苦労様でしたパデリストの方々。それからお小みさん、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。高畑さん、よろしくどうぞ。お願いします。じゃあ失礼いたします。